はい、今回は折り紙を使ってひまわりのペーパーファンを作っていきます。吊るして飾ることもできます。ぜひ作ってみてください。では早速作っていきます。まず黄色い折り紙を使います。上下の端を合わせて半分に折ります。もう一度半分に折ります。もう一度半分に折ります。折れたら広げて、折り筋に沿って蛇腹になるように折り直します。まず白い面を向けて一番上の折り筋で手前に折ります。そのまま折り筋に沿って山折り谷折りを交互に折っていきます。折れたら広げて折り筋を縦にした状態で上下の端を合わせて半分に折ります。もう一枚の黄色い紙も同じように折ります。次は茶色い紙を使います。上下の端を合わせて半分に折って、折り筋に沿って切ります。横にして上下の端を合わせて半分に折ります。もう一枚も同じように折ります。ではこれを貼り合わせていきます。まず茶色い折り紙の裏側に糊をつけます。黄色と茶色の折り紙の中心の折り筋を合わせて貼ります。もう一枚も同じように貼ります。この向きで置いて、左の折り紙の右から2番目の折り筋に右の折り紙の左端を合わせて貼ります。
ぴったり合わせて貼ります。ではまた折り筋に沿って蛇腹になるように折ります。半分に折ります。この線のようにハサミで切ります。半分に折って、反対側も同じように切ります。紐で中心を結びます。2回巻いて結び目が裏に来るように結びます。吊るして飾る場合は片側が長くなるようにします。一番端の内側に糊をつけて貼ります。次は外側に糊をつけて貼ります。ぴったり合わせて貼ります。根元の方までしっかり押さえて貼ります。反対側も同じように貼ります。
吊るして飾る場合は、ここに紐をテープで貼ります。これでひまわりのペーパーファンの完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。